なや六郎です。申し上げます。はっきり言ってあたしらもやってられません。つくづく嫌になった。あたしの仕事は時制に合ってない。いや何がですってだってそうでしょあたしら休暇が取れない。一度働き始めたら死ぬまで休暇が取れない。一度たりとも取れない。何十年間ただの一回も休暇なし。百年間休暇なしっていう人を私知ってます。いや、休暇どころじゃない。 ほんのちょっとした休憩さえ取れない。ほんの一分でいいから休憩したい。こんなささやかな願いさえ叶えられないんです。ちょっとでも休憩したらもう大騒ぎ。休暇なし、休憩なし、手抜き、息抜き一切なし。いくらなんでもひどすぎる。しかも、システム的にもおかしい。作業は一定でなければならない。ちょっとの違いも許されない。早すぎてもいけない。遅すぎてもいけない。圧力常に一定。神経すり減っちゃう。 一層ストライキーとも思うけど、ストライキーすると自分も死んじゃうんで。え私心臓です。ねえ、ちょっと聞いてくれよ。昔からおでんっちゃどうしたって屋台屋台ってや、親父親父とくれや酒だな。この三点セットで決まっていたもんだ。ところが最近はコンビニでおでんが売られてるんだぜ。若い人は店の外でそのまま立って食べるんだ。 親父はおでんで酒ちびちび、沸かしたはんぺんでおでん汁汁汁,汁ってね。<laughs> いや、ここまでは嫌な。だけど、今おでんが自販機で売られてるんだぜ。いや、もちろんちくわやこんにゃくがそのままバラバラ落ちてくるわけじゃねえ。缶詰だ、ね、な。な世の中変わったろおでんの実になってみろよ。自分が自販機から転げ落ちるとは思ってもいなかっただろうよ。かわいそうに。そもそも、酒もう一本。 で大根くれ親おやじ。